知ってた？なんか面白い形してる魚だよね。なんかさ、細長くてさ、鼻の先がピーンってさ、とんがっててさ、すっごい面白い形なのよ。見て、見て、見て、見て。でね、ちょっと私、さよりちゃんについて調べてみたから、ちょっと、アピっていい？私、ちょっと、アピっていいかしら。さよりちゃんの、うん、チークがほーらー。パホ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 。おまけにアパホ。このさよりちゃん、見ての通り細長いから鉛筆とも言われてるんですって。鉛筆でね、普段はちっちゃいね、プランクトンとかちっちゃいエビとかね、あと海藻ね、食べたりしてるんですって。さーて、どんな味がするかすっごく楽しみだわ。じゃあいつも通り干物にしていくわ。干物にして、本来の味を楽しむのが私大好きなのよ。やっぱりね、そのお魚さんの本来の味を楽しんであげることが、そう、そのお魚さんに対して誠実であったり、リスペクトになるんじゃないかなと。そういう風に思ってこうやって回してます。はい。で、一日経ちました。朝干してね、夜帰ってきたら、もうこんなカピカピよ。見て、カピカピ。じゃあこれを焼いていくわ。もうね、なんか、あの感じ、シシャモみたいな感じがしてきたわ、なんか。ね、もうパリッパリに焼けたわ。じゃあこれ、早速、いただいていくわ。じゃあ今日マヨネーズ。ね、もうシシャモっぽいから、これもうマヨネーズでいけるべ、と思って。で、マヨネーズと、七味をね、ここに置いて、じゃあこれいただくわ。じゃあこれにしようかしら。ね、じゃあちょっとちょちょんとつけて、いただきますわ。あみょん。香ばしくて、魚の本来の味がして最高だわ。うまい。参りましょう。インスタチーム、緑川雅宏さん、さよりちゃん塩焼き最高、いいよね。シャックさん、さよりいいね。ポクポク、さよりオッケー。ターさん、さより正解。グリーンワクワクさん、タチウオですか、違います。リングなんちゃらさん、さよりかな、大正解です。はい、次の方、はっちゃんさん、さよりでしょうか。どんな料理になるのかな、楽しみです。ナチュラルでした、ナチュラル干物でした。はい、ラスト、ぬさん、石川さより、あむぎーぐーい。さあ、今日の小名浜一人暮らしチャンネル、いかがでしたでしょうか。みんな、いつも見てくれてありがとう。このチャンネルは、見てくれてるみんなの気持ちが少しでも元気になれるチャンネルを目指しています。あなたと一緒に作っていく、そんなチャンネルです。あなたのコメント、あなたのチャンネル登録、私は待ってるわ。以上、クリス・ペプラーでした。いや、オナヒド・ペプラーでした。次の動画でまたお会いしましょう。See you next time!